秋山監督が目指すそういう野球はですね、レフトへ上がります。オーティスが後ろ向き入りました。ベテランの田口が打ちました。レフトスタンドへ飛び込む今シーズン第1号。今ゆっくりとホームに帰ってきます。ベテランの田口が打ちました。3対1、ホークスのリードが2点に変わります。淡々とベンチに帰ってきましたけれども、しかも今そんなに強振したようには見えませんでしたけど ね、非常にコンパクトに振りました ね、はい、今のシーンです。レフトに上がった打球、大事なのはですね、ホームラン打たれた後のバッターですね、はい、この日坂はまさに全力で抑えにかからなきゃいかんですね、はい、点差は2点に変わりました。田口のホームラン、今シーズン第1号。